皆さんこんにちは。視聴者様から、名古屋と札幌は似ている。というコメントを頂戴しました。調べてみました。人口は名古屋233万、札幌197万、大きな差はありません。では右と左、どちらが名古屋、札幌、でしょうか名古屋と札幌の共通点、どちらにもテレビ塔がある。 名古屋テレビ塔と札幌テレビ塔。高さは30メートル以上名古屋が高いです。春工は名古屋1954年、その3年後札幌です。同時期に作られているためデザインや雰囲気が似ているのは納得できます。名古屋テレビ塔はネーミングライツを中部電力に売却し現在中部電力未来タワーという名前になっています。次はタワーの建っている場所です。 久屋大通りと大通り公園、ご覧の通り見た目そっくりです。位置関係です。名古屋の場合。札幌の場合です。その他道幅が広い、地下鉄がある、地域の中心都市である。主権ですが食べ物が美味しい、適度に都会で適度に田舎だと思います。ご視聴ありがとうございました。